ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、かつては栄えていたものの、廃れてしまった駅を紹介していくぜ。乗車止水ってよく言うものね。どんなに栄えていても、必ず衰えるってのは、鉄道にも当てはまることなんだ。今回はそんなかつて栄えていた駅を、全国から8駅紹介するぜ。どんな駅があるのか気になるわ。それじゃあ早速見ていきましょう。まず最初は、新潟県南魚沼市にある、浦佐駅。浦佐って、新幹線の駅だよね。その通りだぜ。この浦佐駅には、JR 東日本の上越新幹線と上越線が乗り入れているんだ。そんな浦佐駅がある、南魚沼市の中心駅は、北越急行との乗り換え駅でもある、六日町駅だから、通勤通学の時間帯とかじゃないと在来線でも、浦佐駅の利用者は少ないんだぜ。なんだか、新幹線駅とは思えないくらいの寂しい雰囲気が漂っているわね。さらに、浦佐駅は新幹線駅なのに、緑の窓口が2021年2月をもって廃止されているんだ。窓口が廃止されたのは、新幹線では初めてのケースなんだぜ。でも、どうしてそんな状態になってしまったのかしら？もともと浦佐駅の西口側には浦佐スキー場があって、スキーブームが起こっていた当時は多くの人々が利用していたんだ。特に学生に向けたスキー教室が開かれていて団体利用が多かったらしいぜ。スキーブームって時代を感じるわね。しかしながらスキーブームが収まった後の2011年に浦佐スキー場で土砂崩れが起こったため、スキー場が閉鎖されてしまったんだ。あらら。しかも東京から新幹線に乗ってスキーに行くなら手前のガーラ湯沢駅があるから、浦佐スキー場の利用者はほとんどいなくなってしまったんだぜ。確かにガーラ湯沢の方が東京から近いし、スキー場が駅と直結していて便利だからそっちに行っちゃうわよね。そうなんだよな。さて、そんな浦佐駅の新幹線改札内は太い柱だけが並んでいるだけなんだ。多くの新幹線駅にあるような広告が全くないからちょっと不気味なんだぜ。だだっ広い空間だけが広がっているのね。少し話が変わるんだけど、浦佐駅の新幹線ホームの構造は、相対式ホームの2面2線に加えて中央に2本の通過線が敷かれているんだ。それから、現在では使われなくなった最盛期の名残がホーム上に残っているんだぜ。一体、何があるのかしら？ホームにある一部の階段には、現在は使用できない旨が書かれていて閉鎖されているんだ。へぇ、ちなみに、階段の先は、さっき紹介した広い空間が広がっているんだぜ。スキーを楽しみに待機している当時の人の姿が思い浮かびそうだわ。続いては茨城県取手市にある取手駅。 JR 東日本の常磐線関東鉄道上総線がこの駅に乗り入れているんだ。その常磐線だと東京メトロ千代田線に直通する列車も取手駅まで乗り入れているよね。その通りだが、平日朝夕のラッシュ時間帯しか乗り入れてないから注意が必要だぜ。そこも何かを感じさせるものね。取手駅はかつて水戸街道の宿場町、取手宿として賑わっていた取手市の中心駅で、利根川を越えたすぐの場所にあるから、常磐線だと茨城県の玄関口とも言える駅なんだ。かつては取手市だけでなく近隣の守谷市、そして常総線沿線の常総市などの住民が、東京方面に向かう際に取手駅を利用していたから、茨城県の JR 駅では最大の乗車人員を誇ったんだぜ。茨城県の玄関口でもあるけど、県民からしたら首都圏への玄関口だったのね。そうだな。ただ、2005年につくばエクスプレスが開業すると、守谷駅からも都心へ向かうことが可能になった上、つくばエクスプレスの方が所要時間も短いことから、近年では、取手駅の乗車人員は減っていて、県庁所在地の水戸駅に抜かれているんだ。つくばエクスプレスの影響を、もろに受けているわ。そんな、取手駅の東側には、1973年の当時は、茨城県で最大規模の商業施設だった、片倉ショッピングプラザがあったんだけど、2001年にメインのイトーヨーカドーが撤退すると、その後は、マルエツやダイソーなどが入居したけど、衰退に歯止めがかからず、2007年に閉店して解体されたんだ。また、西側にも1972年に開店した西友や、1985年に開店した取手東急があったんだけど、西友は1986年に、取手東急は2010年に閉店しているんだぜ。閉店ラッシュが止まらないのね。その結果駅周辺ではボックスヒル、現在のアトレが、唯一のショッピングビルとなっていた時期もあったんだ。ただ、最近は再開発の計画が進んでいるみたいだぜ。これからに期待したいわね。続いては、千葉県成田市にある、東成田駅。
京成電鉄の東成田線と芝山鉄道の芝山鉄道線が乗り入れている駅なんだ。確か、成田空港の敷地内にある駅だよね。その通りだぜ。1978年の開業当初は、成田空港の最寄り駅だったから、成田空港駅として開業したんだけど、1991年に、今の成田空港駅が開業した際に、今の駅名に変更されて、ターミナル駅としての役割は、成田空港駅と、空港第二ビル駅に譲ったんだ。そんな東成田駅は、まるで時間が止まっているかのような駅なんだぜ。確かに、至るところに、かつての面影が残っているわね。例えば、今ではほとんど利用者がいないのに、広いコンコースが用意されているほか、現在使われているホームの隣にもう一本ホームがあるんだ。このホームは電気もついていない上に、駅名表も成田空港のままなんだぜ。ひらがな表記というのが、また時代を感じるわね。ちなみにこのホームは、初代成田空港駅時代にスカイライナー専用ホームとして使用されていたみたいなんだ。それに駅の外へ出ると、かつてのバスターミナルと思われる場所もあるんだぜ。ここからだと、空港まではちょっと遠いものね。でも、どうして最初から今の場所に、成田空港駅を開業しなかったのかしら？そこは、もろもろ事情もあったんだが、現在の各ターミナル地下にある2駅が、国鉄の成田新幹線の用地として、確保されていたから、京成はそれを避けるように、空港アクセスの駅を東成田駅の場所にも受けたんだ。ただ、その後新幹線計画が中止になり、1991年から用地を活用する形で JR 東日本と京成が、現成田空港駅と空港第二ビルの2駅に乗り入れるようになったんだぜ。もし、成田新幹線が実現していたら、東成田駅が、今でも京成の成田空港駅だったのかもしれないのね。そうだな。ちなみに、現在は空港周辺に勤務する人々が中心に、利用する駅となっているんだぜ。空港に勤めるスタッフさんにとっては、今でも欠かせない駅というわけね。続いては、岐阜県大垣市にある、美濃赤坂駅。この駅には、東海道本線の支線、美濃赤坂支線が乗り入れているぜ。美濃赤坂支線？大垣駅と美濃赤坂駅の5キロを結ぶ路線で、途中に荒尾駅があるんだ。厳密には、大垣駅から荒尾駅の手前にある南荒尾信号場までは、東海道本線と同じ線路上を走るから、実際の距離は 1.9 キロしかないんだぜ。とても短いわね。そんな、美濃赤坂支線は、美濃赤坂駅近くにそびえる、金具山から産出される、石灰石の輸送を目的に、1919年に開業した路線で、今でも貨物輸送が行われているんだ。美濃赤坂駅も同時に開業していて、駅舎は、開業当時からの木造の建物になっているんだぜ。とても雰囲気があるわね。昔は、出札業務や荷物の取り扱い窓口もあったけど、1971年に荷物の取り扱い、出札業務を廃止、1974年に再度、小荷物の取り扱いを始めたが、1976年に廃止されてしまい、今では、無人駅となっているんだ。それから、現在使用されているホームは、一面一線で、かつて盛んだった貨物用のホームが残っているんだぜ。屋根といい、今も現役って感じがするわね。ちなみに、この屋根があるのは貨物の積み下ろしのためだったんだ。さらに、美濃赤坂から先には、西濃鉄道の路線が続いているんだぜ。西濃鉄道？初めて聞いたわ。一応、みんながイメージする宅配便とは全く関係がないから気をつけてくれよ。さて、1927年に創業した西濃鉄道は、翌1928年に市橋線と比類線を開業しているんだ。市橋線は1930年から1945年までは旅客営業を行っていて、国鉄のガソリンカーが走ってたんだぜ。ガソリンカーって、あの燃料のガソリン？そう、ディーゼルカーと同様に、車両に積んだエンジンを使って自走する機動車の一種で、当時走っていたのはガソリンで走るガソリンカーだったんだ。最近では、ほぼ見かけないわよね。そうなんだ。このガソリンカーは、とある事故が原因で、日本国内からは消えてしまったんだ。何があったの？詳細については、長くなるから今は語らないが、とある、列車脱線火災事故で多くの犠牲者が出たため、ガソリンから軽油を使った機動車に置き換えていったんだ。ものすごい事故だったのね。暗い雰囲気はこれくらいにして、脱線したから、西濃鉄道の話に戻すぜ。
。そうね、気持ちを切り替えましょ。このガソリンカーは国鉄で初めて他社路線にまで乗り入れた機動車でもあるんだぜ。鉄道史に名を残すような出来事ね。乗り入れは大垣駅から美濃赤坂駅の手前を通り、そこから市橋線の市橋駅まで行っていたんだ。しかし第二次世界大戦中の1945年に燃料事情の悪化で旅客営業は休止し、2006年には比類線全線と市橋線の一部路線が廃止され、今は市橋線だけになっているんだ。風前の灯火って感じがするね。次は三重県亀山市にある亀山駅、名古屋駅と JR 難波駅を結ぶ関西本線と紀伊半島沿岸を走り和歌山市駅までを結ぶ紀勢本線が乗り入れているんだ。ちなみに関西本線は亀山駅で JR 東海と JR 西日本の管轄が分かれているんだぜ。亀山駅が境界になっているのね。その通りだぜ。かつては機関区や客貨車区などが置かれた三重県内でも有数の鉄道の要衝で、名古屋や京都方面から多くの優等列車が亀山駅を経由して伊勢や南紀方面に向かっていたんだ。関西本線の全区間を走る準急急行春日をはじめ、名古屋京都間の急行平安、そして東京駅発着の夜行列車なども停車していたんだぜ。優等列車のオンパレードね。ところが四日市間は亀山駅経由だと大きく迂回する上にスイッチバックが必要だったことから、短絡ルートとして1973年に国鉄伊勢線が開通したんだ。すると名古屋方面の優等列車の大半が伊勢線経由になった上に、モータリゼーションの影響も加わって亀山駅は徐々に取り残されていってしまったんだぜ。時代の波には勝てなかったのね。さらに東海道本線の全線電化や複線化と東海道新幹線の開通などで輸送力が強化されたほか、ライバルの近鉄も名古屋線を回帰して大阪名古屋間の特急をスピードアップさせたから、大阪名古屋間が一部非電化の関西本線にはもう出番がなかったんだ。ライバルだけじゃなくて身内にも出番を奪われてしまったわけだね。そんな亀山駅のある亀山市は、かつて世界の亀山工場と呼ばれたシャープの巨大工場があったことで栄えていたんだけど、同社の業績悪化撤退に伴って2010年から人口減少に転じているんだぜ。企業に支えられている街だとその企業が弱った時が大変だよね。続いては三重県志摩市にある志摩磯部駅。なんだか派手な駅ね。この駅の外観はスペインのアンダルシア地方をイメージしたデザインになっているんだ。そんな志摩磯部駅には近鉄志摩線が乗り入れていて、アーバンライナーや伊勢志摩ライナーといった特急も停車する有人駅なんだぜ。そしてこの駅舎もあって一見とても立派な駅に見えるんだ。確かに今でも賑わってそうだけど、だけど今の利用客数は1994年のピーク時と比べると2020年は10分の1近くにまで減っているんだ。そんなに減ってるの？どうしてそこまで減ってしまったのかしら？そのヒントはこの駅舎を見てわかると思うんだ。駅舎に？日本にはない感じだけど。パルケ・エスパーニャ。突然、どうしたの？驚かせてごめん。というのも、かつてこの駅は、テーマパーク、志摩スペイン村へのアクセス駅だったんだぜ。だからスペイン風の外観をしているのね。そうだぜ。志摩スペイン村は、1994年に開業したんだけど、当時は近鉄特急などが止まるこの駅が、バスとの乗り換え駅だったから、デザインに富んだ駅舎となったんだぜ。志摩スペイン村に着く前にこの駅舎を見たらテンション上がりそう。この駅舎は、1994年の京城駅化と同時に建てられたもので、駅舎の西口には、1994と書かれたタイルが貼られているんだ。だけど、今は島スペイン村へのバスは、島磯部駅からではなくて、宇賀田駅から出ているんだぜ。どうして宇賀田駅になったのかしら？もともと、島スペイン村の所在地が、駅と同じ磯部町だったから、磯部町の中心地だった、この駅からバスが出ていたんだ。でも、2004年に磯部町が島市に合併されたことをきっかけに、スペイン村により近い宇賀田駅が2007年からアクセス駅になったんだぜ。利用客からしたらその方が便利よね。そうだね。残念ながら1994年に改築された駅舎も13年で役目を終えてしまったんだ。そんな志摩磯部駅を見てみると、ホームと改札階を結ぶ階段の片側を囲いに覆われ封鎖されて狭くなっているんだぜ。なんだか不自然ね。これはエスカレーターの跡なんだ。昔はエスカレーターを稼働させるほどの需要があったんだけど、
残念ながら今ではもう必要なくなってしまったんだぜ。もう二度と稼働することはないのかしら。人口が増えれば考えられるけど難しいだろうな。それに改札も有人改札となっていて、ラッチも多く設置されているんだけど、実際に使っているのは一つだけで、それ以外は看板などで封鎖しているんだ。他にも改札前には大きな扉がいくつか並んでいるんだけど、ここにはかつて待合室や売店、ゲームコーナー、そして切符売り場があったらしいんだぜ。昔は相当栄えていたんだね。続いては広島県庄原市にあるビンゴ落合駅。山間部にあるこの駅には JR 西日本の芸備線と木月線が乗り入れているんだ。このビンゴ落合駅は周辺にコンビニはおろか自動販売機すらない駅なんだけど、かつては飲用連絡のターミナルとして機能していたことから鉄道関係者が100人以上もいたらしいんだぜ。だけど今では鉄道で訪れるのも難しくなってしまっているんだ。芸備線や木月線って赤字路線とかでよく聞くよね。そうだな。そんなビンゴ落合駅のホームはかつては乗り換え客でごった返していて、さらに各方面からの急行列車が停車していたから、今の利用状況から考えるとホームが異様に長くなっているんだ。典型的な昔栄えた駅だね。戦前には古戦橋があったみたいなんだけど、物資調達のために撤去されてしまったんだ。少し話が変わるけど、うどんの上におでんが乗った名物のおでんうどんもかつては売店で販売されていたんだ。その売店も閉鎖されてしまったんだぜ。おでんうどん食べてみたかったわ。でも大丈夫。そのおでんうどんだけど、駅から徒歩10分くらいのところにあるドライブイン落合で、毎年9月から翌年5月までの期間限定で食べることができるぜ。そうなの？なんだかお腹が空いてきたわ。さてお腹を満たしたところで話を戻そう。このビンゴ落合駅のホーム脇には留置線が何本かあるんだが、現在は使われていないんだ。なんでなの？どうやら以前は木材などを運ぶ貨物列車も発着していたみたいなんだぜ。今は本数が減って寂しくなってしまったこの駅に貨物列車も通っていたなんて、鉄道での貨物輸送が縮小している現在の感覚からは考えられないことよね。そうだな。他にも駅構内の隅には蒸気機関車の向きを変える転車台が見えるんだ。これも今では稼働していない上にあまり整備もされていないので草に覆われているんだけど、この感じが何とも言えない魅力を醸し出しているんだぜ。この転車台が頻繁に使用されていた時代を見てみたかったわ。ところでビンゴ落合駅に乗り入れる芸備線や木月線は、先ほど言った飲用連絡線として機能していた当時、広島から山陰の松江や米子へは主にこのビンゴ落合を通る急行千鳥を使うのが一般的だったんだぜ。しかも千鳥には夜行列車も設定されていたんだ。今じゃ考えられないわ。それと岡山から白尾線を通って新見に出て、そこから芸備線で広島を目指すという変わった経路の急行帝釈もビンゴ落合駅を経由していた上に、千鳥と帝釈はビンゴ落合駅で分割併合していたんだぜ。昔はかなりにぎわっていたのね。そうした華やかな時代もバスやマイカーの普及、さらには地図急行の開業や沿線人口の減少で終焉を迎え、今では無人駅となってしまったんだ。ちなみに駅名にあるビンゴは旧地方名なんだけど、落合は地名じゃないんだ。それじゃあ落合って何を意味しているのかしら？実は3方向から路線が合流していることから、列車が落合駅ということでこの名前がついたんだぜ。そういう言葉遊び嫌いじゃないわ。続いては福岡県北九州市にある若松駅。 JR 九州の筑豊本線が乗り入れるこの駅はかつてはあることで日本一を誇っていたんだ。一体何かしら？それは貨物取扱量だぜ。若松駅は1891年日本有数の石炭地である筑豊の石炭の鉄道輸送を目的に設立された筑豊工業鉄道によって開設された駅なんだ。広大な駅構内には石炭を積んだ多くの列車が出入りしていて、石炭桟橋から石炭を積み出して国内外へと運ばれていったんだぜ。確かに今も広いよね。ただ昔は今よりも広かったんだ。駅の周辺には公園や駐車場などが広がっているんだけど、これらもかつては若松駅の構内施設だったんだぜ。そうなの？
そんな若松駅は、筑豊の石炭を運ぶ駅として栄えて、戦前は日本で一番貨物取扱いの多い駅だったんだ。加えて、戦前の国鉄の駅には、1等から5等までの等級があったんだけど、若松駅は1911年に博多駅や門司港駅などと一緒に、最上級となる1等駅に指定されているんだ。ちなみに、当時、1等駅は東京駅や、名古屋、大阪、京都などの22駅しかなかったんだぜ。日本を代表する駅だったってことね。そうだな。若松駅の貨物取扱量は1940年に最盛期を迎えると、戦後も取扱量は全国トップクラスを誇っていたんだ。1953年の全国各駅取扱番付には、若松駅が、貨物発着数で横綱として記載されているんだぜ。戦前だけじゃなくて戦後も、活気を見せていたのね。ところが1960年初頭からエネルギー革命が始まって、石炭から石油へと転換していくにつれて、石炭の取扱いが減少すると、1982年には貨物輸送が廃止され、1983年からは構内が整理されて、縮小化されてしまったんだ。そして、1984年には豪華な作りだった2代目駅舎が、石炭をイメージした黒を基調としたシンプルな、現在の3代目駅舎に建て直されているんだぜ。今の駅舎も悪くないけど、昔の駅舎もとても立派だったのね。そんなこともあって若松駅の改札を出た待合室には、大きな石炭が展示されていて、待合室の壁には、石炭の積み出しで栄えた、若松駅の歴史が説明されているんだ。現在は朝の数時間しか駅員がいない、半無人駅状態の若松駅だけど、これらの展示からかつての賑わいが、伺えるんだぜ。なんだか哀愁を感じるわね。ここまで見てきたけどどうだった？駅が栄えたり廃れたりする理由って、いろいろあるのね。乗り入れる路線の影響も大きいけど、駅周辺の事情や道路事情も大きく影響しているんだ。もしかしたら、今はとても栄えているあの駅も、今後の動向によっては今じゃ考えられないくらいまで、廃れてしまうかもしれないんだぜ。この動画を見て、皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととか、コメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは、鉄道に関する話題を解説形式で、わかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録高評価が、励みになります。また、他にも取り扱ってもらいたいネタがありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、今日はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。